優しそうな顔してしたたかなばあさんだな。奇術団のことも私のことも知ってた。情報網は本物のようね。情報だけじゃない、偽造と言っていたが通行手形も本物だ。王国内にも仲間を潜り込ませてるってわけか。先代のバスカビルは反権力の塊のような男だと噂に聞いたことはあるが、処刑されていたとはな。カリスマを失っても組織は揺らいでない。そこが知れない連中だな。それくらいの連中でなきゃ清涼とは渡り合えない。情報を手に入れるためにも依頼を成功させないと。うまい神水をもう一杯飲むためにもな。気が合うな。あの店はいい神水を出す。あんたも頑張りなさい。また麻婆カレーを食べるために。